休日にふとママを思い出す市川團十郎悪縁。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが21日自身のブログを更新、休日の過ごし方と子供たちとの触れ合いを綴った。勸玄が最近になりママの話よく聞いてくれます。こうだったよと話してます。あの時は幼すぎて記憶がはっきりしてなくてねと、今とても寂しそうです。外から帰ろうかとなりまして帰宅。ただいま。夕暮れ、麗華お帰りなさい、召し上がれ。今日は麗華歌舞伎座でのお稽古です。お稽古前に少しリラックス、リラックスしてこれからお稽古、来月のお稽古です。カンカンは瓶漬け塗る練習、塗り塗り、いつか自分で塗るので練習してます。この投稿にファンから、恋しいのですね、幼い時失い寂しさを感じてるのですよ、でもパパに聞いてくれるなんて嬉しいですね、そばにおるよ、大丈夫、押せなかったからママの話をたくさん聞いてね、ボタンさん頑張ってくださいね、自分で塗るようになるのですね、一つずつ覚えていくのですね、すごい、私も学ばさせていただきますよ。聞き役になる、大事ですね。市川團十郎悪縁。最後までご覧くださって心より感謝します。日本の誇る美しい歌舞伎の世界観を発信してまいります。チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。